皆さんこんにちは。作曲やライブで使えるギター講座講師の三浦康介です。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、前回はハーモニクス奏法編のですねラストということで、ハーモニクス複合、という今までやってきたスラム奏法だったりとか、パーカータッピング奏法なんかと一緒にですね、人工ハーモニクスやタッピングハーモニクスあたりを、絡めて、やっていくっていう奏法の、ご紹介をしました。今回からですね、スラップ奏法編ということで、スラップ奏法の、講座に入っていきたいと思います。スラップ奏法、ご存知の方もたくさんいると思いますけれども、大体こんな感じになるっていうのをちょっとやってみたいと思うんですけれども、ちょっと聞いててください。といった形の、奏法になりますね。これスラップ奏法に、なるんですけれども、ちょっとですね、僕自身あまり、自分のスタイルの中でスラップ奏法ですね、ライブでは使わない奏法になるので、ちょっと、雑な部分だったりとか、ちょっとスラップ奏法自体、本格的にちょっと練習し始めてから3ヶ月ぐらいになるので、ちょっと雑な部分、たくさんあるかもしれないんですが、ここからですね、スラップ奏法の解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。スラップ奏法、まさにね、日本で言えばもう本当に雅さんが、もうアコースティックギターのスラップ奏法で、もう世界で有名になってますけれども、もともとはベースだったりとか三味線の、奏法になります。こうね、叩いて弾いたりする、こう叩いて弾いて、音を出すような、奏法になるんですけれども、今日はその中でのですね、サンピングと言われるその叩く部分ですね、この親指とかでですね、こう、弦をバーンと鳴らす、サンピングを、ご紹介をしたいと思います。で、サンピングにもいろんな種類があるので、そのいろんな種類を、ちょっと、一個一個解説していければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、スラップ奏法、すごく、かっこいい奏法なんですけれども、まず基本の技がこのサンピングという技になります。弦の部分を叩きます。叩いて鳴らす奏法になるんですが、まず一つ目の、このサンピングのスタイルで、その雅さんとかが、よく使っているスタイルなんですけども、フリースタイルっていう技になります。このやり方がフリースタイルになります。フリースタイル、名前は自由なスタイルっていう風に思うかもしれないんですけども、実はフリーっていうベーシストさんが、よく使ってたスタイルなので、フリースタイルっていう風な、形になるんですが、フリースタイルの場合は手を下に向けます。この手のひらの拳の部分が下に向いていて、下に向いている状態で、この何でしょう、指も斜めにちょっと角度的に入ってますね、あの弦に対して。その状態でこう手首をこう振るような感じで、まあ最初6弦にヒットしてもらえればと思います。こう理想はまあミュートをかけてなくても6弦だけヒットするような、感じになれば一番いいのかなと思います。これが例えばこういう風な感じで、ちょっと弦の上で、中途半端に止めてしまったりとか、ちょっと当てが弱いとですね、あまり迫力のあるいい音が出ないので、思いっきり鳴らしてもらえればと思います。で、鳴らした後はすぐに弦から離すような形、これでやってもらうと結構いい感じでボーンというね、まずサンピングの音が出せると思うので、これでやってみてください。6弦も開放でいいです。6弦は開放で、鳴らしてみてください。はい、これフリースタイルのサンピングになります。フリースタイルのサンピングの場合はですね、今後出てくる、この引っ張る方のプルっていうところですね、この弦を引っ張り上げるプルとですね、相性がいいんですね。こう連続してこうバチバチするようなスタイル、こういう感じのスタイルをやりたいときにはですね、このフリースタイルの方がですね、この指の位置が自然とサンピングした後にこうプルに移りやすいので、そういう意味ではこうフリースタイルはこうバチバチしたような感じのスラップをやりたいときに、一
番用いられます。でプラス、あとはですね、こう宮城さんはまさにこうストラップ奏法とパーカッションをこう混ぜてやるようなスタイルのやり方になるんですけども、そういった時にフリースタイルですと、この今までやってきたパーカッションのこのバスの部分ですね、バスの部分も一緒にこう、サンピングした時に同時にここで、の手首でボディにヒットしてバスの音も鳴らしたりとかもできるので、そういった意味でフリースタイル、そういった場面の時にフリースタイルを使えばいいかなと思います。はい、これまず、指を、手のひらを下の状態というかですね、手を下に向けた状態で上からさ、サンピングヒットするやつを、フリースタイルのサンピングと言います。はい、じゃあ次はですね、振り抜きスタイル、ベースにおいてはこっちの方が基本の、やり方になるかなと思うんですが、振り抜きスタイル、今度は下から、手のひらとかはですね、大体、人によってこう横からこう指が横になる人もいるんですけども、まず最初は、指が下からこう入るような感じで、同じようにこう親指の側面、この部分でヒットするんですけれども、ヒットした後に例えば6弦をヒットしたんであれば、その下の5弦に着地します。で5弦を鳴らしたんであれば、今度こうですね、4弦の方に着地するようなイメージ、6弦なら5弦、5弦鳴らしたら4弦のような感じ、4弦なら3弦を鳴らすような感じの、ちょっと僕も、ちょっと不慣れなところあるんですが、これサムピングの、振り抜きスタイルですね、振り抜きスタイル、これの、振り抜きスタイルの利点としてはですね、ちょっとサムピングの、フリースタイルの方はですね、上からバーンとやるので、ちょっと下の弦とかですね、まあ、あんまり使わないかもしれないですけど、3弦とかをこうサムピングしたいっていう時とかに、あんまりなんでしょう、振り抜きじゃないとですね、フリースタイルの方だとあまりこうならなかったりとか、ミュートをかけないと全部鳴ってしまうので、逆に、振り抜きの場合であれば下の弦でもこう鳴らしやすいとか、4弦とかでも鳴らしやすかったりします。あと他にはですね、上からこうやる場合にはですね、この5弦6弦あたりが大体、フリースタイルの場合はぶつかりやすいと思うんですが、振り抜きの場合はですね、こうやるので、ここの下の弦全部がちょっとぶつかっ、ね、指にぶつかるようなことが多いので、ハイハット的な部分ですね、このゴーストノートというかチッというギターの、フレットに弦がぶつかってチッとなる音の、浮遊量がこっちの振り抜きの時の方が多く含まれるので、結構例えばさっきのっていうようなこのパーカッションのフレーズとかもやった時とかは、こういった形で振り抜きの方がちょっとパチパチね、こうこのゴーストノート的な部分の音が多く含まれるような、そんな感じにもなるので、ちょっと音の選択でちょっと選んでいっていただければと思います。あとですね、今度次の動画でやるんですけども、サンピングアップっていうですね、振り抜きスタイルの時のみに行うですね、奏法があってですね、こういうこのスラップした後にもう一回こう上に上げる、奏法になるんですけど、サンピングアップをするっていうのは、振り抜きスタイルの時に、出てくる奏法なので、振り抜きスタイルの時に出てくる、技だと思って、もらって言っていただければと思います。といった形で基本的にはフリースタイルと振り抜きスタイルをですね、あの場所によって選んで、やるんですけれども、まあ振り抜きに比べ、さっきも説明したようにですね、フリースタイルの方がこのプル、後で出てくるプルのですね、弦を引っ張り上げる方のプルとのこう距離感ですね、こうすぐにこういう風にいけるので、振り抜きの場合だと一回一回こう指を いちいちこう指をもう一回上に持ってきてこうプルをしなきゃいけないので、ちょっと時間差というかですね、
ちょっと大変な部分というか、こっちの方が圧倒的にスピード感が出る、ね、ようなもところもあるので、そういった面で、ちょっと、場所によって選ばなきゃいけないっていうところが出てくるんですけれども、そしてですね、ちょっとこれは特殊なというか正式なスタイルではないかもしれないですけども、タッピングスタイルっていうですね、これですね、今まではこう親指で、ね、振り抜きと、フリースタイルやってきましたけれども、今度はですねフレットの上あたりをですね、今度、前回のですねハーモニクス奏法編でやったタッピングハーモニクスのような形で、こういう感じです。タッピングハーモニクスの方でやってきたような形で、タッピングハーモニクスのポイントをですねやってしまうと、ハーモニクスが鳴るので、それ以外の部分をこう叩くような感じで、これも、サムピングのタッピングスタイル、っていうような、スタイルに、まあ、勝手に名前つけてますけどやってます。こういう形のですねジャスティン・キングさんがですねよく、こうタッピングハーモニクスと絡めてやるようなスタイルなんですけれども、これがタッピングスタイルになります。場合によって、こっちはですねネックと上を叩くので、まあ、スネアとかいわゆるボディの打音が、こっちに比べてもダウンボディの打音が含まれるので、そういった部分で、欲しいなっていう時とかは、使ってみてもいいんじゃないかなと思います。見た目的にもやっぱ通常のスラップをこっち側でやってるのに対して、このフレットの上でやってるので、そういった面でも見た目としても結構面白く、ね、なるかもしれないような、サムピングの方法になるので、ちょっとタッピングスタイルの、サムピングも覚えてみてください。で、まあ、これも、まあ、一つ、まあ、例というかですね、まあ、さっきの振り抜きスタイルを、タッピングスタイルの位置、いわゆるボディの中でやろうっていう。この位置ですね。なんでよく、これもジャスティン・キングさんのスタイルですけれども、まあ、勝手にタッピング振り抜きっていう風に、勝手に呼んでるんですが、そういった形の、サムピングのスタイルも、ありますので、ぜひぜひ、今日はですねまずスラップ奏法のサムピング、叩いて音を鳴らす方法の、種類をですねいろいろ覚えていっていただければと思います。はい、改めてサムピング、フリースタイル、ギターの上の方から、下に向けて手を下に向けて上の方から鳴らす奏法、この後出てくる、プルトフルだったりとかとの相性がすごくいいとか、パーカッション入れるときに一緒にバスも入れられるとかいう、形の、フリースタイル、そして、振り抜きスタイル、下からベーンと鳴らす、で鳴らしたら鳴らした下の弦に、指を着地させるようなイメージでやる、振り抜きスタイル。これの場合は、またフリースタイルと比べてちょっと弦がチッチッとなるようなね、この音の含みが、違うので、といった形の時に、すごく相性がいい、左手のゴーストノートとの相性がすごくいいっていうところとか、あとはこの後の講座で出てくるサムピングアップ、サムピングアップは、この振り抜きスタイルの後にやるものになるので、これを覚えていって、もらうということですね。あとは、下の弦とかをサムピングするときとかに、すごく、やりやすいっていうのが振り抜きスタイルになります。あとは、タッピングスタイル、打音が含まれるようになるので、こういった形で、タッピングハーモニクスをするような形でベーンと鳴らす、タッピングスタイルの、サンピング、そしてその両方、タッピング振り抜きということで、親指でフレットの上を鳴らすようなスタイル、こういった形の、サンピングを覚えていってください。はい、ありがとうございます。次回は、スラップ奏法のですね、さっきもやったサンピングアップの振り抜きスタイルの時に行うサンピングアップとかですね、ロータリー奏法って言われるような
奏法の方の解説を、していきたいと思います。作曲やライブで使えるギター講座、講師の三浦康介でした。チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。